諸君はアステカの祭壇という言葉をご存知だろうか。まずはこちらの写真をご覧いただきたい。写真の中に赤く縁取られた台座のようなものが見えるだろうか。被写体に重なるようにして写り込んでいるのでよく見てほしい。この写真はかつてテレビ番組奇跡体験アンビリーバボーで紹介され話題になった心霊写真なんだ。番組に出演した霊能者曰く、この台座のような影はとある祭壇で犠牲になった人々の呪いと怨念が形になったものだという。人々はこの写真のような現象に名前をつけた。その名はアステカの祭壇。ミッドナイトムーンプレゼンテッドバイアルゴミトリー。まだまぜつけたらす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ。言うの闇人形の闇りですわ。とっても素敵なお写真、私もこんなお写真が撮りたいですわ。剣、シャッターを押してくださいませんかと。これ心霊写真だって言ったよね。いや、もしかして心霊写真だから撮りたいのかい。気を取り直して、本日ご紹介するのはテレビ番組で紹介され有名になった心霊写真アステカの祭壇について。アステカの祭壇は検索してはいけない言葉としても知られている、とても恐ろしい代物なんだぞ。言うの心霊写真。今から20年ほど前、日本でアステカの祭壇と呼ばれる心霊写真が話題になった。被写体に重なるように祭壇のような台座、壺のような球体が赤やオレンジ色で写っている写真の総称、それがアステカの祭壇だ。特徴的なのは同じような形状の物体が時代や場所を問わず現れる点。その場には存在しなかった、しかも一定の形の物体が何の共通点もない写真に写っているというのは確かに不気味に感じる。アステカの祭壇を一躍有名にしたのがテレビ番組奇跡体験アンビリーバボー。放送された2001年当時は心霊写真特集が頻繁に行われており、アステカの祭壇もそのコーナーの一つとして取り上げられたに過ぎなかった。だがその際、写真を見た霊能者がこう語っている。これは古い時代にある残酷な儀式に用いられた台である。その祭壇は古代アステカ文明に存在したものらしい。祭壇で儀式に使われた人々が時間や場所を超えて写真に謎の影を映し出したという。確かに時空を超越する怨念が影の正体だとすれば、時代も場所もバラバラの写真に繰り返し同じ形状が映り込むことも説明できる。古代王朝の祭壇が時代を超えてやってくるなんて、その人間に対する苛烈な恨み、とってもよくわかりますわ。アステカの祭壇にいいねですの。当時はインスタとかはなかったからいいねはできないね。でもテレビ局には多くの反響が寄せられたんだぞ。アステカの祭壇が写った写真を放映した直後からテレビ局には苦情が殺到したという噂がある。特に話題になった苦情は自らも霊能者だと名乗る視聴者から寄せられたものだ。なんて写真を放送したんだ、アステカの祭壇は二度と放送するな。こうした苦情がきっかけとなり、アンビリーバボーではアステカの祭壇に関する写真はもちろん心霊写真特集自体しなくなったと誠しやかに囁かれている。そして昨今インターネットを通じて一連の出来事が再び話題となった。絶対に検索してはいけない言葉として。なぜならアステカの祭壇は見るだけでたたられるから。いいねじゃなくてよくないねでしたのね。でも私もっともっと放送した方がよろしいと思いますわ。一気にたくさんのご家庭をたたれてとっても効率的ですの。たたり RTA ですわ。たたりでリアルタイムアタックは怖すぎないかい。しかしなぜアステカの祭壇という心霊写真はここまで大きな話題を呼んだのだろう。そこには実在したアステカ文明の文化が関係しているんだぞ。言うの瞳悟空の神事。アステカの祭壇の起源はメソアメリカ文明国家アステカにある。アステカは1428年頃から1521年までのおよそ100年間、現在のメキシコ中央部にあたるテスココ湖を中心に栄えた国家だ。遊牧民を祖先に持つメシカ人と呼ばれる人々が中心となって建国したと言われている。このメシカ人は神秘的な伝承を持っている民族だ。メシカ人はかつて水鳥と魚に満ちた美しい湖があり、人が決して老いることがないアストランという楽園に住んでいた。完璧な楽園に住んでいたメシカ人だが、神託によってアストランを旅立つこととなった。放浪の果てにたどり着いたのがテスココ湖。アステカという国名はアストランの伝説を持つメシカ人が住んでいたことから、後にドイツ人の地政学者が名付けたもので、当時の人々がアステカを自称したことは一度もないという。素敵な場所にお住まいでしたのね。むしろ呪いのイメージがちっともありませんわ。水鳥と魚の湖という響きがすでに美しく感じるよね。でもアステカは美しい伝承とは正反対の血塗られた文化を持っていたんだ。アステカには数多くの儀式が存在し、それらは瞳悟空の神事と呼ばれていた。アステカでは太陽の力を維持するために神に生贄を捧げなければならないと考えられていたんだ。そしてこの生贄を捧げる方法は非常に恐ろしいものだった。
生贄となる戦士がゆっくりと石の神台に歩み寄った。深呼吸を繰り返しながら自ら冷たい石の台座に横たわる。偉大なる我らが太陽神ウィチロポチトリ、どうかお受け取りください。司祭は小さくつぶやくと黒曜石の刃物を研ぎ澄まし腹を引き裂いた。司祭はその傷口に乱暴に手を突っ込んだ。にゃー、内臓をまさぐられた戦士はあまりの苦痛に悲鳴を上げてのたうち回る。そして悲鳴が響く中、司祭はまだ生きている戦士から心臓を取り出した。その瞬間悲鳴は途絶えた。苦しみ抜いた戦士は生き絶え、悲鳴を上げることもできなくなったからだ。心臓を失った遺体はテンプロマヨール神殿の上から投げ落とされた。儀式で流れた生贄の生き血は司祭の隣にひざまずいた人物が集め壺に注いだという。アステカの祭壇で言われる台座と壺のような物体はこの石の神台と壺のことを示すと考えられているんだ。なんだか想像してたよりもずっとグロテスクな儀式でしたわ。私少々震えが止まりませんの。ちなみにこの儀式はジョジョの奇妙な冒険第1部でも石仮面をかぶった族長が少女にナイフを突き立てるシーンとして描かれているよ。あのシーンって本当にあったことがモチーフでしたの？ああそうなんだ。さてヤミリ君、ジョジョでも描かれていたこの儀式の残酷な続き覚えているかな？取り出した心臓と血液は太陽神ウィツロポチトリに捧げた。そして儀式の続きには神殿から投げ捨てられた死体を用いる。生贄の死体は神殿の下から回収、そして体を小さく切り刻みトウモロコシと一緒に煮込むと貴族や司祭たちに取り分けられ祭りの食事として供された。ちなみにこの料理はポソレと呼ばれるメキシコ伝統のスープ料理。そしてこの料理はなんと現在も食べられているんだ。さすがに人肉は使用されていないが代わりに豚肉を使用する。その理由は豚肉が最も人肉に近い味だからだという。またこの代表的な儀式の他に生贄の皮膚を生きたまま剥ぎ司祭がその皮膚をまとって数週間踊り狂う儀式や生贄を生きたまま火の中に放り込む儀式など様々なものがあった。そうして神に捧げられる生贄の数は毎年およそ数十万人。当然自国民だけでは数が足りない。そのため生贄用の捕虜を手に入れるための花戦争と呼ばれる行為も行われていた。敵国に攻め入るがわざと全滅させず生贄用の牧場に捕虜を放して生かしていつでも使えるようにしていたという。生贄牧場、恐ろしい響きですわ。一体どんなひどい扱いを受けたんですの？怨念なんて聞いているから身構えてしまうところだけど生贄たちの扱いは少し想像とは違うと思うよ。本当にあったアステカの祭壇。実はアステカにおいて生贄とは大変名誉なことだった。健康で高潔、見た目も麗しいものが生贄に選ばれ瞳悟空の神事の日まで丁重にもてなしを受ける。太陽という生命の源を維持するための犠牲になってくれるのだから敬意を示さなければならないという意識があったのかもしれないね。しかし丁重に扱われるとはいえ命を失うことに変わりはない。しかも異国から連れてこられた捕虜にはアステカの瞳悟空の文化を共有していない。異国の捕虜が生贄となる場合アステカの人々に対する恨みはどれほどのものになるだろう。いい生活をしていたというのは意外でしたけれど、確かにだから生贄にしていいって話ではありませんわね。古代文明の話だから価値観も違う。本当のところはどんな思いで生贄になったのかはわからないが多くの人が命を捧げたという痕跡は遺跡に残っているんだ。2012年、メキシコシティ地下5メートルの地点、かつてアステカの大神殿があったとされる場所から1789編の骨のかけらが発見された。骨を正確な鑑定にかけたところ男性女性を問わず幼い子供から老人まで多くの人々が生贄に捧げられたことが裏付けられた。しかしこの時見つかったのはあくまで骨の破片。2017年にはさらに衝撃的な遺物が発掘されているんだ。その名もフエイツォンパントリ。その正体は数千人分の頭蓋骨で作った祭壇。この年はフエイツォンパントリの他に650個の頭蓋骨をつないで作った円柱スカルタワーも発見されている。650個と数千個、この2つの建造物だけでも相当な数の頭蓋骨を使用しましたのね。ああこうした建造物も太陽神ウィチロポチトリに捧げるものなんだろうね。しかしこれほど多くの犠牲を必要としたのはなぜなんだろう。最後にその背景を探ってみるんだぞ。言うの有力な仮説。ミッドナイトの諸君は疑問に思わなかっただろうか。なぜ彼らは人を殺さなくても太陽は昇ると考えられなかったのだろうと。この疑問に対し1970年代人類学者のマイケル・ハーナーが一つの仮説を提唱した。当時の中南米には食肉に適した動物が少なく動物性タンパク質が不足していた。その動物性タンパク質不足を解消するために人肉を食べる儀式をあえて行っていたのではないだろうか。
つまり儀式のために人肉を食べていたのではなく、人肉を食べるために儀式を行っていたのではないかとマイケルは考えたんだ。罪悪感を抱くことなく共食いをするためには儀式という建前が必要だったという考えは確かに一理あるように思える。しかしこの説には様々な反対説が提示され、今も有力な仮説にとどまっている。アステカ文明の人々が残酷な儀式を行った真の理由は今も解明されていない。真相は闇の中ですのね。ところでゲン、結局心霊写真の話はどうなったんですの？恨みを抱いた方々がたくさんいたかもしれないということは分かりましたけれど。ああ、心霊写真のアステカの祭壇についてもまた興味深い仮説が提唱されているんだ。実は心霊写真アステカの祭壇はここしばらく目撃談がない。なぜアステカの祭壇はなくなったのだろう。アステカの祭壇が消滅した理由は同時にアステカの祭壇の正体を指摘する説にも関わっているんだ。両者を結ぶもの、それはカメラのフィルム。実はアステカの祭壇はフィルムを抑えるための金具が映り込んだという説がある。この説によると時代も場所も問わず出現していたアステカの祭壇が突如として消えたのはデジタルカメラが普及したためだという。確かにデジタルカメラでは金具がフィルムに映ってしまうという現象は起こり得ない。しかしフェイツ・オン・パントリやスカルタワーの写真を思い出すと、やはり怨念という言葉が脳裏をかすめる。アステカの祭壇はアナログカメラ特有の撮影ミスなのか、それとも本当にウィチロポチトリに捧げられた人々の怨念なのか、どちらを信じるかは諸君が決めてくれたまえ。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、してよ。おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。